庭履き、農人の歌合わせ。対等した老人と助手の同時である。庭履き、または庭履きは中世紀に存在した日本の清掃作業者である。第一義的には庭の掃除でありその行為者を指す語であるが、この時代の日本においては掃除、清掃に従事する行為、ものを指した。江戸時代にも川田が庭吐きと呼ばれる職能を兼務する事例が、 信濃国に存在しており、これについても本校で触れる。二条帝を吐く庭吐き。平安時代中期、十世紀末に書かれた枕の創始や平安時代後期、十一世紀後半に成立したとされる作り物語、サゴロモ物語に、すでに慣用句として、せり積むという語が登場する。これは、近中の庭吐きが皇后に恋焦がれてせりをつむが、恋は叶わず、 小枯れ死んだ孤児に由来するものとされており、遅くとも10世紀には、庭吐きが存在したことを意味する。賭場天皇の時代、藤原宗忠の日記、中浮のゆり薄れ1114年4月24日の、後に、また、し継ぎな水場殿には吐ごと、行運、忍法家業とあり、京都近郊、山城国紀伊群場に存在した広大な、 トバデンの庭吐きについて研究されている。猿楽の世界から世阿弥が登場する14世紀、後半より以前に成立したとされる、綾太大には、主役として、女語に恋する庭吐きの老人が登場する。これは後に、三島幸男が書いた、戯曲、あやの鼓では、老駒ましとして描かれる役どころである。室町時代、15世紀末の1494年に、 編纂された三十二番職人歌合わせの冒頭には、いい足気味なるものとして、農人と共に庭履きとして紹介され、庭凍器を手にして、ひたたれを着用した老人と、草を入れた籠を持ち小袖を着用した童子の姿が描かれている。この歌合わせに乗せられた歌は、というものであった。ここに描かれた庭履きも農人も、いずれも台頭している。像は、 日本職人辞典において、庭履きを、いわゆる下男のことであると記しているが、遠藤元によれば、衣装、装束や、年少者の労働力を伴っている点から、庭履きとは、下男、下僕のような存在ではなく、清掃に関する、技術的な側面も含めた労務を提供した職業で、あった、と指摘している。15世紀は、重症主義的社会であり、 農本主義的価値観が退けられ、農人が戦死されると共に同じ土を扱う庭履きが体になって描かれているのであろうという指摘もある。原田智彦は道歌合わせにおける庭履きをすなわち庭者としている。庭者あるいは庭の者とは武家の庭掃除等を行う下級役人であり、室町幕府では庭奉行の配下にあった。16世紀に入り、 1520年代の京都市内、郊外の光景を細川高国が発注して、かの元信が描いたとされる、落中落外図屏風部の遺跡参戦には、二条邸を履く、庭履きの姿が登場する。この人物は、裸足のようである。近世の時期、品濃国の東部から北部、中部地域にかけて、庭履きと故障、自称する、得た身分の者たちがいたことが指摘されている。 例えば、慶安2年、上田藩では、川田を城下に集中させ、本来の比較業や、警察の下働き、形状での経理のほか、庭履きとして、寺社や、城、領主屋敷の清掃役を命じている。また、明和9年の同僚内の修門改め帳では、村の新聞修寺院の庭履きを小敷が代々務めている事例がある。江戸幕府ではこの時代、庭者は、 若年寄りの支配下に置かれた。ありがとうございます。